日本政府、韓国候補者を支持せず WTO 事務局長選で。読売新聞によりますと WTO の事務局長選挙において日本政府が韓国の候補者を支持せずナイジェリアの候補者を支持する方針を固めたことが明らかになりました。まあ、日本政府としては直接的に日本の敵国である韓国政府の候補者が 代表になるよりも、中国の傀儡かもしれない候補者を選んだ方がましだと判断したようでございますが、あとはアメリカの動き次第でございますけれども、こちら、どちらの候補者が選ばれても、WTO の機能不全がさらにですね、加速する可能性がございますので、 日本政府には貿易に関する紛争解決について、まあ、例えば国際司法裁判所を活用したり、WTO が完全に崩壊してしまった場合は、アメリカなどと新たな国際機関の立ち上げを検討したりと、万が一の事態に 備えていただき、きこの WTO の事務局長選挙によって、WTO が完全に機能しなくなる恐れもございますので、対応策を準備していただくように、お願いいたします。以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。